はい、一応ね、こういう感じで、銀色のね、やつに入ってます、前回のドラゴンボールと変わらないね、うん、全く外からじゃわからない、はい、これをね、2枚もらいました、はい、2人で見に行ったんでね、はい、で、まあ自分はねもちろんゾロ一択で、はい、行きました。まあもちろん当たりが出るのが一番いいんですけど、あ、まあ、ちなみに言っておきます、全部外れました。はい、まあ、全部つって2枚しかもらってないけどね、はい、で行きます。1枚目、こっちかな、こっちだな、はい、1枚目、はい、ブルック、ブルックですよ、ブルック。いやー、ブルックってさ、好きな人いるんですかねブルック好きっていう人いますかね。あんま聞いたことないんだけど、ブルック好きな人にちょっとね、失礼ですけれども、はい、ちょっと求めてるものとかけ離れてたんでね、まあ、かけ離れ、うん、はい、で、2枚目、一応2枚とも自分が引いたんですけれども、はい、2枚目がじゃんと、はい、来たゾロ。いや、すっごいゾロ来てくれたんですわ。いやー、いいねゾロ。いや、まさかのゾロが来てくれました。俺は嬉しい、すげえ嬉しかった。金ピカステッカー、はい、まあね、当たりはね、これにプラス紙が、当たりって書いた紙が入ってるらしいです。はい、いやー、羨ましいですね、当たった方はね、はい、まあ、こういうのはめったに当たらないですよ、ほんと。まあ、ね、ドラゴンボールのモノクロのゴジータもあれなんかね、ほんと今何十万ってしますけどね。なんかこの今回のワーコレは、まあ今相場だと20万ぐらいですかね、値がついてますね、うん、当たった人はもうほぼ20万の、お金を当てたような、宝くじ当てたような感じじゃないですかね、うん、まあコレクターだったらね、そのまま、飾るかもしれないけど、はい、ということでね、今回の、ワンピーススタンピード関連、はい、こちら、まあね、ほんとゾロに関してはもうこれはほんとがっかり、はい、これはもうほんと、もう明日速攻で電話してね、うん、きつく言ってやりますよ、ほんと。はい、はい、ということでね、恒例の、回転台座ゾロ抜きですけれども、それにてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。